はいどうもヒョードルです。ワイルドアームズセカンドイグニッション続きをやっていきたいと思います。内海でデータタブレット3つですね、回収しまして、じゃあとりあえずアービングに報告しようかってところですね。確かメリアブール城に来てくれみたいな感じだったと思うんですよね。ああ始まりましたね。さて3つのデータタブレットがここに揃ったわけだが、これをいかにして解析するつもりかな。秘密を保持するゆえデータタブレットのプロテクトは容易には外せないと聞いているぞ。シエルジェ自治領にて解析を行おうと考えています。げお、リルカが反応しましたね。学術研究の進んだシエルジェならばタブレットのプロテクトも解除できましょう。問題はどうやってシエルジェに向かうかです。ヴァレリア諸島で向かっても発着場がないために降下することができません。おっそうですよね、ここからだとシエルジェに通じる陸路も海路もありませんから。そういえばリルカ君はシエルジェの出身だったな。出身地なんですね。うん、私もテレポートジムを使ってここまでやってきたんです。失敗しちゃったけど、シエルジェに向かうより何か別の方法でタブレットの解析はできないんですか。あんまり帰りたくないみたいですね。待てよ、確かダムツェン地方のどこかから鉱石の搬出用にシエルジェに通じるトンネルが掘られておったはずだ。ダムツェンの後院頭を訪ねてみるといい。ガサツな男だが義理人情に厚い好感だ。きっと力になってくれるに違いない。ではそのトンネルを探し出し向かうこととしましょう。ゲゲよっぽど帰りたくないんですね。新たな任務を通達する。アームズ各員はダムツェン地方よりシエルジェ自治領へ急行。データタブレットの解析を行い、オデッサに関する情報の入手頼んだぞ。ダムツェン久しぶりやね。なんかこういい具合に前行った街にこう戻るのはなんとなく楽しいですね。じゃあテレポートジムでシャッと行っちゃおう。僕ね、ダムツェン周辺にねちょっと用があって、確かあったと思うんだよな。前回ねアルバム引き換え券をどっかで拾ったと思うんですけど、あれをねどこでアルバムと引き換えるんだっけなーって思ってたんだが、こっちの方のはずがないな。確かこの辺に何かがあったと思うんだが、あーこれアイテムか、ラッキーカード、これはそれでいいんだけど当たんないっすね。違ったっぽい。どこだったかなあれ。ダムツェンマあたりだった気がすんだけどな。ポンポコ山には観音石鉱山以外に2つの顔があるんだよ。1つは飛空機械の発着場を備えたエアプレーンポートとして、これバルキサスが着陸してましたよね。もう1つはシエルジェ自治領へと続く地下トンネルの入り口として扱われている。もうやっぱあるんだね。どこにあるのかな。鉱山業でこの町が賑わっていた頃、アンダートラフィックスともう一つ交易用のトンネルがあったな。ダムツェンの繁栄のためにもあのトンネルは閉鎖しない方が良かったんじゃないか。閉鎖されちゃったんだ。せっかくシエルジェ1の行きのトンネルを掘ったっていうのに観音石が取れなくなるんだもんな。世の中努力したやつが必ずしもうまくいくとは限らねえ。あーゆがいゆかい。この人かな。道に迷った時は人の言葉に耳を傾けてみるといい。次の目的地だけじゃない、その言葉は生き方の道しるべになる時だってある。いいこと言うやん。どこどこのどなた。あれか、情報といえば酒場。ガンナーズヘブンサルーン酒場ですかね。前回は入んなかったんだけど。アクセル
やあ、いらっしゃい。見かけない顔だね。何か読んでくかい？何か情報はない？さあ、忘れちまったな。まあ、君がうちの常連になってくれたら思い出さないこともないけどな。よくあるやつや。しょうがねえな。じゃあ、一番高いやつ。ベリバリチリヌーン。何？待って待って。じゃあ、未成年じゃなければいいのか。ブラッドならいけんのかな。おお、やった。ちょうどダム線から北東に変な建物があるらしいんだ。ああ、これだ。怪しいや本舗、これだわ。この星に荒野が多いのは、あの炎の最悪の伝承が大きく関係しているらしいわね。あっという間に焼き払われたってのはわかるけど、あれから時間は流れているのに、どうして緑が元に戻らないんだろう。採掘された観音石はポンポコ山から直接ファルガイア各地へ搬出されたんだぜ。頂上のエアプレーンポートも搬出のために設けられた施設なんだぜ。ルカ、お兄さんは随分とお酒に強そうな感じだね。よければあたいと飲み比べでもしてみないか。言っとくけどあたいは強いよ。内海にはいくつかの浜辺がありまして、海南物の多くはそこに流れ着くって話ですぜ。内海の中央付近にも小さな島がありましてね、そこも海南物の流れ先って話ですぜ。これはあれかな、データタブレットかな。シェルジェ自治領に向かうのにポンポコ山の地下トンネルを使えって、そうメリアブールの王様が言ったのかい。本当にそう言ったんだな。お、この人っぽいね。ポンポコ山が錆びれていく一方だから、てっきり俺たちは王様に見捨てられたと思い込んでいたよ。まだ俺たちのことを覚えていてくれたなんて。いや、こんな美味しい場面でまた使ってくれるなんてありがたい話だよ。俺たちダム船の行員はあんたたちに協力するぜ。一緒に戦っていこう。まずはポンポコ山地下トンネルの解放だな。こいつを持っていきな。この昔、メリアブールの王様からもらったポンポコ山で一番偉いやつの証だ。親方の証。これポンポコ山入ってすぐのところに入れない扉があって、親方の証ないとダメだよみたいな感じだったんだよね。これがここで使えるようになった感じですね。オッケー、じゃあポンポコ山行くんですけれども、ちょっと先に、北東っつったね。やっぱりなんか俺の記憶は合ってたわ。この辺にあった気がすんだよなーって。やっぱ情報がないとダメだった。違うんや、100ギャラじゃないんや。あ、これや、これこれ、怪しいや本舗。ここにね、いい味したキャラクターがいるんすよ。これね、いじめないでねって書いてあるの。怪しいや本舗へようこそ。こいついじめてくんって言うんですけど、例えばこうスローナイフを投げると、いた！ちゃんとリアクションしてくれるんですね。キック、グイッ、ボム、ギャッ、熱っみたいな。まあこんだけなんですけど、可愛いんだよなこれ。こんにちは。この店確かに便利なんだけど、なんか変だよな、あの妙なマスコット人形とかさ。お、なんだ、あんたらアルバム引き換え券を持ってるじゃないか。そうかそうか、それじゃ怪獣カードがどこでも見られるアルバムと交換してやろう。メニューにアルバムの項目が増えるから、それを選んであとは見たいカードを選択するだけ。どうだ、便利だろ。これで来た、アルバムゲット。アサシンバグ、もうね、今まで戦った相手がね、こうカードになってるんですね。このまたちょっとこのなんていうのかな、レトロというかね、ガオニもこんなに可愛かったっけって感じなんだけど、この背景の感じとかね、こう古い感じがして狙ってやってると思うんですけどね。結構なんかグロテスクなモンスターも多いですよね。ダクライト、これポーズがいいな。タラスク
まあ、みたいなね、こういうアルバムがもらえましたっていう、まあそんだけっちゃそんだけなんですけど、ここな、なんか宝箱あった気がするんだよな。結構音しないね。気のせいかな。まあいいか。というわけで、ちょっとね、今更感もあったんですけど、怪しや本舗でしたと。ああ、あの緑のびっくりは、まだアルバムに収録されてないモンスターの場合に出ます。で、緑の時はなるべくキャンセルしないようにしよう。白は興味ないね。でもね、反射的に罰押しちゃうんだよな。戦うのめんどくさくてさ。このための機能だしね。チェルジェジ地領域搬出用トンネル。親方の証を持たぬ者立ち入ることなかれ。親方の証持っとりますよと。はいよ。これで開きましたね。お、ちょっと音楽も違うんだね。おっと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 。火がついている。あ、ここはなんか、リルカの新しいグッズの気配がする。これフリーズロッドじゃないかな？あ、違った。デッド・オア・アライブ。走れ用のバイアネットカートリッジです。アイテムとして使用することで、はい。一定の確率で生命活動を断つ攻撃を敵単体に対して行います。即死効果ですね。あんまりね、即死って確率が確率の場合がね、多くて。あんまりこう使う時がないかもなーって気はしますが。これどっち行くのが正解なんだろうね。あ、こっち火だけだな。じゃあ上か。あー、しまった。一回ぐらい戦っとこうかな。なんか緑びっくりじゃねえな。戦ったことあるからか。エライのドリューなんかいた気がするね。これどうしよっかな。キムでなるべくとどめさせたいんだが、けどこの辺多分ワンパンだと思うんだよな。うん、こいつどこで出てきたんだっけ。もともとこのポンポコ山にいたんだっけな。だとしたらね、結構前なんでだいぶ弱いんじゃないかな。これティムがワンパンで倒せたら最高なんだけどな。あ、いいね。脳内加速剤分泌。S 上昇かな。うん。こんなことしてる暇はないんだよ。はい、さいなら。この辺で地道に稼いでいくしかないですね。あ、これ今度こそグッズだと思うんだよな。ほら、フリーズロッドはリルカ用のグッズです。フリーズロッドは四角を押すことで魔力を氷の塊に変えて前方に発射することができます。紫色の炎を消すことや特定のものを凍らせることができます。すごい意味ありげな食材だったもんね。なので、あはー、おっとっとにならないんだよな。ここ危ないわ。この火を、あーダメだ。だいたいさ、搬出用のトンネルって言ってたけど、こんなの搬出に使えないじゃんね。でね、ダンジョン全否定ですけど、これで特大が消えました。で、先進めるようになりましたよと。さて、なんか、お、
お、あ、これは怪しい。このブロックをここにあらかじめ置いとくんじゃないかな。さすれば道は開かれん。これでスローナイフを当てることで OK。 これ下に先に置いとかないとここ届かないですね。余裕だぜ。ビルカにしとこう、せっかくだし。お、これは戻らなくてもプーカで取れるんじゃないか。イエーイ。お、宝箱、まあ、取っときましょう。マイグラントハット、これアシュレイかな。うん、なんか明らかに穴開いてるよなこの辺。あ、緑来た。これ新種ですね。バキューモン、なんかよくわかんない形してんな。アナライズ一応しよっかな。あ、攻撃じゃなくてロックボルトとかとりあえず使えばよかったな。100点だったらポケモンだからね。バキューモン、レベル18、HP220、全属性弱点ぐらいあるやん、この人。じゃあもうロックボルトでワンパンなんじゃないの？ちょっと素早いのかな？えい、レッドビュートゲットです。ほんじゃあ、続きまして、チュールダークにしとく？適当ですけど。宝箱取って、お、デュプリケイターいいね。これもうこっちから、あ、これでいけそうですね。よし。お、スイッチだ。ブロックが2つ？お、これ押したらあそこが上がる。これ押したら下がる。はい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 。つまり、これで、スイッチを上げて、このブロックをここに乗せて、でこれを外す。外すだけじゃねえな、これをここにはめるんだね。オッケー、ワイルドアームズって感じ。なんか暗いな。穴なのか影というか暗くなってるだけなのかがよくわかんない。お、出口、割とあっさり行きましたね。ボスとかもいなかったな。出てきたはいいけど、通信してみよう。チエルジェ自治領の位置は、ポンポコ山の抜け道を出て南西の方角だ。それから南西といっても山脈の北側にある。山脈の南側はゲートブリッジという橋があるだけだ。うん。ゲートブリッジ。ゲートブリッジ閉鎖できません。
山脈の北側って言ってたからこっちってことか。お、いやなんか緑びっくりが出てくれるとありがたいですね。なんかこう戦うかどうかの判断になる。基本的にはアルバム用以外は別にいらないかなって思ってるんだけど、これはフレームでしょう。ヘッドビュートいけるっしょ。違うかな。雪国だし海弱そうじゃない。ほら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 、オッケー、いいね。音声この辺かな。お、一ギャラお、これだ。なんか鎌倉みたいな。お、なんかワープポイントになってるんだね。どんな原始的な生活をしてるんだろうと思ったら、ここがリルカの故郷か。結界の中にあるなんて、なんだか不思議な街ですね。うん。ねえ、急いでデータタブレットの解析を済ませちゃおうよ。先を急がなくっちゃ。慌ててる。焦ってる。どうしたんですか？そわそわしてますよ。データの解析は僕たちに任せて、挨拶にでも行ってくるかい？せっかくのね、里帰りだし。いいよいいよ、そんなこと。お、誰か来た。魔法学校の優等生。見かけた姿と思ったら、やっぱりリルカじゃないか。よくも僕との勝負をすっぽかしたな、この家出娘。え、リルカさんって家出してたのか。まったく、やれやれだな。違うよ、家出なんかじゃないよ。なんていうか、その諸国漫遊武者修行、無断でやれば立派な家出だろ。会う家出娘がアームズのメンバー。ちょっとこんなところで喧嘩はやめろ。すみません、自己紹介まだでした。これね、テリーくんですね。あ、顔が赤いぞ。僕はリルカと同じ教室で、その友達で。こんなやつ友達なんかじゃないよ、ただの嫌なやつ。なんだと。魔法の成績がいいからっていつも鼻にかけてるし、いつも私にちょっかい出してくるし、この間たまたま私の方が試験でいい点出したからって勝負勝負ってうるさいし、やっぱりただの嫌なやつ。頼むから喧嘩はしないでくれよ。本当、おもりじゃないからね。俺たちは魔法でプロテクトされたデータタブレットの解析に来た。担当技術者に会いたいのだが。すみません、みっともないところをお見せして。それでしたらマクレガー教室を訪ねることをお勧めします。僕が一足先にお話を通してみます。皆さんは後でいらしてください。いいか、後で勝負だからな、逃げるなよリルカ。まあ好きだから嫌いってやつですね。悪いやつじゃないじゃないか。ちょっとあれだけど。あう。リルカもタジタジやね。ごきげんよう。あら、ごめんなさい。ごきげんようは私たちの学校の挨拶なの。こんにちは、おはよう、さよならなどの代わりに使ってるの。すげえ上品だな。ホワイトシエルジェマーケット。あ、なんか全部集まってんじゃん。パーソナルスキル、キムがね、5ポイント余ってんだよな。まあシンプルに行くなら魔法攻撃アップつけてったりとかになるんすかね。あ、けどなー、眠なー。素直にというか HP 回復でもいいし、それか能力封印でもいいですね。出ちゃおっかな。
やっぱり魔法使いたるものを能力封印されるとちょっと困るし、マクレガー先生の教室に行くのもいいんだけど、ちょっと探検うろうろして今回は終わりますかね。ファイアドヤ、せっかく新しい街来たんでね、ちょっと眺めていこうかな。ちょっと不思議空間ですよね。ずっと前のことじゃかな、ポンポコ山の方から大きな空飛ぶ機械が飛んできたんじゃ。あれは多分古代文明の遺産の一つじゃな。あれを手にした者が悪用していなければいいの良いのじゃが。これはあれかな。お、こんにちは。クレストカプセルって中に魔法を詰めれば一回だけ魔法を使うことができるらしいな。あんたたちみたいな魔法を使えない人には結構重宝するんじゃないか。俺なんかうまく使えないんだよね。何入れとくのがいいんだろうね。なんか喋りかけてたんだけど忘れちゃったな。ええなあ。で、あ、これ風化でいけんじゃん。オッケー。俺すごくない？マジックフェザー。もう一個はこっちかな。うん。展望台みたいなのもあるんだけど、まあ後で見に行こうかな。なんかイベントで行ったような気もするんだよな。まったく、男子って先生がいなくなるとすぐにいたずらを始めるんだから、いつまで案内にお家なのかしらね。やっぱ魔法学校があるんだね。ん？君は転校生かい？ちょうどよかった。ちょっと手伝ってくれないか？こう、椅子の上にセロハンテープをセットしてっと。これでよし。もう、よかった。これなんかリルカで話しかけたらなんか久しぶりみたいになるのかな。あ、リルカもそう思うでしょって言ってたね。スースー、むにゃむにゃ。はっ、すみません、起きてました。あ、なんだ、リルカじゃない。もう、驚かさないでよ。せっかく苦労して立ったまま寝てたのに。その努力なんなんだ。おお、こっちに出るのか。なるほど。あの女の子いつも来てくれるんじゃが、若いのになかなか見どころがあるの。博物館っていろんなものがあって全然飽きないの。デートがここでも OK よ。博物館のデートって別に鉄板じゃない？なんかね、なんか展示があったと思うの。あーあったあった、ハイヨル混沌。だいぶ可愛い感じになってますけど。向こうの壁にあるのは何かって？ふむ、よろしい、教えて差し上げましょう。あれは機械と生態の中間に位置する鳥獣ドラゴンの遺骸だ。一般に化石と呼ばれている。ここまで完全に骨格が揃って掘り出されたのはごく稀なことだよ。これハイヨル混沌については何もないのかな。これね、あのクトゥルフ神話のフラットウッズモンスターがまあ元ネタというか、見た目的には元ネタだろうって話なんですけど、あのワイルドアームズ的にはすげえ強い経験値いっぱい落とす敵ですね。3からはまたちょっとね変わってイベントモンスターっぽい感じになったんですけどね。これだね、鳥獣ドラゴンの化石。うん、なんかちょっとこういいですね、考古学館かっこいいな。オッケー、そんじゃあまあちょっと時間もいい感じなんで、この辺にしておいて、次回ですね、マクレガー先生の教室をお尋ねしまして、データタブレットの解析してもらいますかね。はい、それでは今回この辺で、どうもありがとうございました。